ヘルベチカです。始まりの遺跡のボスを倒しました。拠点に帰って博士に報告します。博士、ダンジョンボスを倒してきたよ。えへへへ、チカちゃんすごい。頭なでなでくらいしてほしいんですけど。こういうボケってスルーされると答えます。で、次の塔の調査に行く？今から？ここの拠点はどうするの？ここの人たちは？ここって結局あれでしょう？普通の村じゃなくて、この辺りの遺跡を調査するために構えた拠点です。ゴブリンに悩まされているとか、家畜を捕まえなければとか、結構課題が積み上がっていましたけど。ってダメだ、あのタイプは自分の興味のあることにしか興味がない。世間は適当に回ってるくらいに考えてる。ああもう。とりあえず時代をもう一段階進化させておきます。そして次の塔に行く前に、私の装備を強化して拠点が抱えている課題をできるだけ解決してあげたい。まずは私の装備を強化。ダンジョンボスのサチロスから奪ったなけなしの鉄鉱石を溶かして、エンチャントテーブルを設置。実はサチロスを倒した後すぐ、ダンジョン入り口のコンソールをいじって、もう一度ダンジョンの様子を確認しに行ったところ、倒れていたサチロスが倒れていなかった。何を言っているのかわからないと思いますが、私も何をされたのかわかりません。頭がどうにかなりそう。とりあえずもう一遍倒す。宝箱の中身が変わった。お金に、エンチャントスクロール。夢にまで見たスクロール。実は私、スクロールを手にするの、リアルにこれが初めてなんですよ。これさえあれば、どんな強い装備のクラフトでも思いのままって噂です。あとはスクロールを持てなくなるまで、何度もサチロスをぶっ殺したのでした。エンチャントの破片を消費して、装備にエンチャントを付与する。破片？スクロールじゃなくて？布の服で試してみましょうか。操作できるのはここだけですね。ああ、これって私が集めたエンチャントの破片だ。あれ、エンチャントスクロールってどうやって使うの？どこでスクロールを選ぶんだ？スクロールのエンチャントを付与する方法がわかりません。試行錯誤して思いついたのが、他の素材と同様に複数選択してエンチャントを抽出する。スクロール自体はただの無価値な紙切れなので、エンチャントを抽出すると消えてしまいます。よし、スクロールについてたエンチャントも選べるようになりました。布の服にストーンのエンチャントがつきました。実験成功。そして50回ほどサチロスをぶっ殺してエンチャントを集めまくって、装備はこのようになりました。もっともっとエンチャントを集めたら、もっともっと装備を強化できますが、まずは十分でしょう。特にアクションスピードをかき集めてプラス 18% したので、はっきり刀を振り回しやすくなりました。旅の準備はできました。あとは拠点が抱えている課題をできるだけ解決しておきましょう。ゴブリンは10匹ほど間引いておけばいいかな。これからも見かけたら間引くつもりです。薬草を持ってきましたよ。皆さんで使ってください。牛を捕まえました。大切に飼ってくださいね。畑にポテトの種をまいて、水をまいて、ポテトを収穫できましたよ。
何とか私を農作業に引き込みたいようですが、私すぐにこの拠点を立つんでごめんなさいね。そして岩の化け物を、多分ストーンゴーレムのことだと思うのですが、場所がよくわかりません。朽ちた教会の近くで見たとだけ。ストーンゴーレムは狭い縄張りから動かないので、拠点から遠くにいるなら放置して実害ないと考えますが、ここらは一番最初に羊狩りしたの原ですね。ここももう見納めかな。ゴブリンはジョージ以来ってやつです。見かけたら間引いとく。チクチ、ほら。あ、岩山だ。グライダーでヒュー。こりゃ本当にただの岩山だな。体験が刺さってる。この剣は引き抜きにくい。この剣は引き抜きにくい。この剣は引き抜きにくい。アクティブにしました。これもただの岩山。3つ全部外れ、こんなこともあるのか。もう一つ岩山が、あ、これって、はい、大当たり。さあ来い、さあ来い。見切った。サク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 、柔らか、シフォンケーキのようにふっくら柔らか。とりあえず一匹倒したので報告はできるかな。あ、教会みたいな建物。ってことはさっきのゴーレムで会ってたのかな。ソウルオーブ見っけ。おっと、ロックオンビーム。エンシェントゴーレム、え、こんなところにいるの。オーブを取らせてね。見逃してもらえませんか。そうですか。見切った。硬いな。ほい、見切った。6つ溜まったので次は返す。ロックオンビーム、見切った。お返しするでごわす。大ダメージ。こんなもんか。夜、焚き火を起こして朝を待ちます。朝、拠点に戻りました。ストーンゴーレムを倒しましたよ。もう心配ないですからね。雨が上がりました。私が把握していた課題は全て片付けました。私はもう行きますね。皆さんごきげんよう。再起の体験だ。アクティベート。村の出口にゴブリンが救ってやがる。汚物が消毒だ。今回はここまで。続きはまた後で。自分で動画を作るとわかるんですけど、登録と高評価ってめっちゃやる気が出るんですよ。よろしくお願いしますね。